はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、この章初めてなんですが、自分の参考にしている教科書は、三角形の合同条件の後の章なんですよ。で、二等辺三角形とか、直角三角形の合同とかやるんですけど、教科書によっては、その合同条件と、ここの内容が同じ章のところもあるらしいんですね。だから、もしかしたら、みんなの教科書、章変わってないかもしれないんですが、三角形の合同条件で証明やったでしょ？その後の部分って思ってください。場所としてはね。で、今回は角度の問題4つやりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったり、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ではちょっとね、前置き長くなりましたが、やっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。噛んだね。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は二等辺三角形特集です。基本的にはね。で、まあ、復習なんですけど、二等辺三角形っていうのは、ちっちゃくてごめんよ。三角形の中で、辺の長さが2つ同じもの。これが二等辺三角形です。で、今、この屋根の部分。この長さが同じ時には、その下の部分の角度。ここね。の角度のが同じになるよっていう。まあ、これが一番使えます。二等辺三角形では。で、まず、この AB。AB、AC。これが長さが同じだと。これね。で、この X を出していきたいんですが、まず、今、上が64度って書いてあります。二等辺三角形の特徴としては、三角形の角度一箇所分かってたら、あと全部分かります。自動的に。一箇所でいい。で、今、ちょっとこの図を使いましょうか。ここ64ですよね。で、三角形、中身、内角ね。3つ足したら180でしょ。で、今、64使っちゃってるから、この分180から引くと、あと116残ってます。いい？で、今、この2つの角度は同じなので、116を2で割って、分ければ、ここの角度すぐ出てくるんですよ。これよく使うやつね。だから116割る2すると58。つまり、こっち書こうか。この角度58度です。いい？で、当然、ここも58度になります。で、もう一個。BD。こいつは角 ABC。これ、こいつ。ここの二等分線。角の二等分線ですね。つまり角度を半分にしてくれるので、今出した58を2で割ります。そうすると29。つまり、上も下も両方とも29度っていうのがわかる。こうやってね。で、これ上の三角形使っても下の三角形使ってもどっちでもいいんですけど、例えば上の三角形使うんだったら64と29って分かってるので、足すと、93か。で、三角形だから、180から93引いて X 出すって。それでは構わないんですけど、ま、下の三角形の方が足し算で済むんで、ちょっとこっちでやろうかな。こうありますよね。で、内角。こことここね。二箇所足したものは残った内角の外角と一致するので、今 X は58と29を足したもの、つまり書くか。58足す29だから、87。これで終了となります。いいかな？で、角度の問題をやってるときによく自分が言うんですけど、角度を解く、まあ、なんだ、道筋というか解き方っていうのは一通りではありません。別に多分みんなが解いてくれた中で、あれちょっと違えな、あ、でも87だったな、みたいな方も多いと思うんですよ。で、そこは気にしなくていいです。いい？この解き方じゃなきゃダメだよっていうわけではないので、ただ、あ、こういう解き方もあるんだなと、まあ自分の動画にしても他の問題集の回答とか解説もそうですけど、そこで参考にしてもらって、あ、そっちの方が分かりやすいってやりやすいじゃんって思ったら切り替えてもらえばいいし。でも自分で解いた方がやっぱりいいなと思うんだったらそっちで構わないので、まあ、そこの判断はみんなでね、してみてください。で、2番ですね。で、次は、AD と BD が一緒なんで、この長さとこの長さが同じです。で、BC と D、ここは平行ね。まあ、一応書いておこうか。ここは平行。で、まあ、角度の二等分線後で使いましょう。で、まあ、平行があるので、角度の問題で平行出てきたら、まあ、同位角とか、錯覚を絶対使うと。で、あ、それ書いちゃうか。BE ね。こいつが角 ABC の二等分線。だからまた同じ角度にしてるので、ちょっとま、丸使おうか。ここの角度同じになります。ちょっとほとんど黒に見えてるけどごめんね。
こう、角度同じ。二等分線だからね。で、錯覚使っていきましょう。自分がよく平行線出てきてる時に、錯覚の Z とか、錯覚の逆 Z っていう言葉を使うんですけど、今、ここ平行でさ、よいしょ。ここに Z できてるんですよね。こうやって Z が。で、Z 書いた時の尖った部分の角度は錯覚の関係なので、角度同じになります。つまり、ここの角度も同じ丸なんです。錯覚だからね。で、これによって何がわかるかっていうと、このちょっと細長い三角形。まあ、BDE ね。ここ。この三角形って、下の角度が2個同じ。まあ、2個ね。角度が同じだから、当然屋根の部分の長さは同じになりますよね。つまり、ここの長さと、この長さも同じなんです、今。そこが二等辺三角形になったからね。そうすると、今度上に行きます。この ADE。この三角形、今、こことこの印同じだから、長さ同じになったでしょ。つまり、長さ同じ二等辺三角形です。上の部分が36度。これちょっと古典って今こけてるけど、36度分かってるから、もうさっきと同じ、ここでね、やったのと同じ出し方をすればいいでしょうと。つまり、180、全部でね、180なんだけど、36使っちゃってるから、180から36引いて、140、ごめんね、144で合ってるかな。いいかな。で、それを、ここの下、2つで分ければいいから、割る2をすればいいと。つまり、72度。これで終了となります。いいかな。で、次が AB イコール AC。まあ、屋根が同じですと。で、AD と AE も同じなんで、まあ、ここも同じですよって。こっち書いておこうか。ここも同じね。まあ、もちろん下の部分も同じになりますけど。で、これで出していきます。で、これはですね、二等辺三角形って、まあ、小学校の時によくさ、二等辺三角形、なんか紙で作って半分に折りましたみたいな。やったことある方いると思うんですけど、これ線対称なんで、真ん中で折ると、もちろん綺麗に重なるんですよ。で、今、もともと二等辺三角形があって、まあ、同じところで DE 取ってるから、これ半分に切っても、ちょうどまっすぐ綺麗に、なんだ、線対称で折ることができるんですね。まあ、だから25度って言い方おかしいんですけど、自分がもしテストの時やってる時に、まあ、時間、もちろんね、照明だったらダメだけどさ、角度求めるだけだったら、いやこれ、だって綺麗な状態だから、折ったらほんま25度じゃねみたいなので解いちゃうかもしんない。もちろん根拠があればもっといいんだけど。でも実際25なんですよ。で、なんで25かっていうのは最後に言います。合同ちゃんと言うからね。で、ここが25って分かったことによって、まあ、どっち使ってもいいんですけど、ちょっとここ使いましょうか。この三角形。さっきやったのと同じです。内角二つ、25と43、足したものは、残った内角の外角と一緒なんで、ここ、43足す25だから68と出ます。で、もう一回同じことします。この三角形使う。ここね。内角2個足したものは、残った内角の外角、つまり X だよね。と一致するので、X は68足す25、93か。これで終了となります。いいかな。で、なんでこの25と25が同じになるかっていうと、ここの三角形使うんですけど、こいつ。こいつとちょっとなぞるか。あとこっち側ね。この三角形、まあ、右と左の細長いやつ。あれが合同なんですよ。で、なんで合同かっていうと、まずここ、まあ、縦から同じでしょ。で、長い部分、ちょっと書けないけど、長い部分も同じでしょ。まあ、ちょっと書き出すとさ、こちらで書き出そうか。ここも縦で同じだし、ここも縦で同じなんですよ。で、上の43は共通で使ってるから、二組の辺とその間の角同じになるでしょ。だから合同だから25、25同じですよねっていう。だからま、正面出てきたらそうやってもらえればいいかなと思うんですが、まあ、こんな感じ。です。でもって、ラストですね。で、まあ、これ見た目ちょっとインパクトありますよね。インパクトというか、うわっていう風になりやすい問題なんですけど、ちょっとさ、この上のね、はみ出してる部分ちょっと無視しようと。で、自分の動画でもやりましたけど、平行線出てきて、こう折り曲がってる時の角度。もう出し方もほぼ決まってると。で、先生によっては、ここ伸ばしたり、
補助線引く人ね、こっちに補助線引く人もいるんですけど、まあ自分こうやってやることが多くって、こうやってね。で、今、ここ40でさ、ここ30になってると。で、さっき錯覚の Z の話をしましたけど、錯覚の Z ここで使えるから、ここも40なんですよ。で、今度逆 Z ね。Z の逆ね。逆になるけど、尖った部分一緒なんで、下の部分ここ30になると。つまり、ここの角度は40たす30で70になるよっていうのも超有名な問題なんですね、これ。だからこれでも同じことができて、ここ70になります、今。70度。まあ、ここね、補助線こうやって引いて、40移してきて、30移してきて、くっつけて70みたいな感じ。もちろんここにこうやってね、こういう感じで補助線引いて、70も出すことできるんで、それでも構わないんですけど。で、なんでこれをやるかっていうと、まあ、この部分だけ見たら絶対それ使うよなと思って70出すじゃないですか。で、あとは、AB と AC 同じなんですよ、今、長さ。ちょっとでっかい丸っていい？こことここ同じ長さなの。AB と AC ね。ってことはさ、三角形 ABC 二等辺三角形なんですよね。ちょっと見にくいけど。ってことはここ70じゃん。ここも70でしょ。だって角度一緒なんだから、下の部分。長さ同じ、屋根が一緒だからね。ってことは70、70出ました。合わせて140です。残った三角形、このね。ABC で考えた時に140使ってんだから、じゃあ180から140引いて答え求めればいいでしょ。で、終了となります。書くスペースがなかったこともない。下もいけるか。ここでいこうか。X イコール180引く140。だから C 被ってごめんね。40度と。もうちょっとしたらいけたね。ごめんね。これで終了となります。で、今回はテスト対策となってるので、問題がね、普通よりはちょっと難しめになってるんですけど、もっと簡単な問題やりたいっていう方は、この動画の最後に再生リスト載っておきますので、本編の方でも角度の問題いっぱいやってるんで、ぜひね、そっちの方でも練習してもらえたらと思います。はい、という感じで今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。求めていきます。で、これはですね、まあ、いろいろやり方があるんですが、どうやってアプローチしようかな。まず AD と BD が同じなので、これ平行なきゃダメなんじゃない？書き忘れたな。